演舞開演。どうも、本日はこちら妖霊賢者というお茶を飲んでみたいと思います。これもダイエットお茶なんですよね。さあ、というわけでやっぱりティーバッグタイプでしたか。というわけで入れる必要がありますね。少しお待ちください。終わりました。では飲んでみたいと思います。君もさっぱりしていて飲みやすいね。今まで飲んできたダイエット茶と同様、このお茶もさっぱりしていてとっても飲みやすいです。これで体にいいというなら言うことなしですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。